旅に再び旅に出よう。選択の機会があるときに自分が後悔するようなことはしちゃダメに。自らの意志であの結末にたどり着くと思う。祖先はこの町を自らの手で築き上げ、吹雪の中で文明を守るために戦ってきたのです。クローラの一番の願いはみんなが団結することなの。家族って、ランドゥーとの人間の共通点は頑固者なところだね。ランドゥーの名のもとに、あんたの旅はまだ始まったばかりね。古いものを壊さずして新たなものは作れない。新世界の礎となるがいい。あんたたちとの冒険ならどんな困難も平気だって思えるのよね。俺たちはただの客ではない。物語の一節を見届けるものに過ぎない。困っている人たちを助けて、信頼できる仲間を作って、ついでに何度か世界を救っちゃう。最後食わせるから、こんなコーダだから、未来もこうさ、もうくだらん、これだから嫌になる。たとえ世界が崩壊する定めにあったとしても、その道は人間の手で切り開かれるべきものです。私たちは初めてベロブルグの本当の空を見たのよ。同じ空をね。槍先に火を、槍先に火を、炎の槍を、炎の槍を断ち切れ。子供たちは星空を見上げ、希望を胸に抱き続ける。さようなら、友人たち。星空は、あなたたちの旅を、ソングしてくれますように。今夜、無数の星が流れる。もし正しい一筋を選べたら、そなたの望みを。千の世界へと届けるだろう。ねえ、おめでとう。あんたの初めての開拓の旅はこれで無事に終わりだね。確かにこれは祝うべきことだな。